サンバレの田本です。よろしくお願いします。ここで一回こう跳ねさせて、上と下が別物でもやっぱりこうバサッとしてるスタイルがやっぱり今は可愛いので、こう引くとこういう感じで角が綺麗に跳ねさせる乾かし方としては、で巻き込む長さはその時に扇状に髪を広げながら、外跳ねの場合はここが落ち着いてた方がこう反ってきてくびれもできて可愛いので、ウェイトポイントが変わってくるのでよりちょっと前気味に、ここを軸として必ずこの動きの中だとやっぱりどうしてもここら辺の重さがすごく目立ってくるので、動いた時のこの束感を手で巻いた時に外側の動きと中で変化が少し出てくるの で、その時に上から通してあげて空気を含ませながら、以上です。